第二に向かいたいのは核兵器条約に参加することです。この間ウィーンで行われていた初めての締約国会議が画期的な成功を収めました。日本共産党は葛西亮衆議院議員を団長に代表団を派遣しまして、会議の成功のために大奮闘したことをご報告したいと思います。帰国した葛西さんから今朝電話がかかってきて、会議の状況報告がありました。この会議にはね、アメリカの同盟国もたくさん参加したんです。特にドイツとノルウェーの発言、はい、大きな感銘を呼びました。立場の違いはあるけれども、建設的な対話を続けていきたい。こう言いまして、参加国の大きな歓迎を集めたという報告でありました。